後っていうのはかなり疲れが出ますし、あとは移動で座りっぱなしで体が固まるっていう状況もあるので、はい、まあ、そういう状況をどういうふうにうまく、ね、ほぐしてというか、まあ、運びます。左増山フリー、そして三沢がサポート、スプリント使わずに中カットイン、増山右足振ってきた、よく抑えましたね、山口は。でこう増山がインサイドすると、町田や梅崎がサイド取るんですよね、はい、増山フリーの井上、井上中4枚入れてきた、必修左のポスト、サムエルダイレクトで合わせました、決定機でした。大分楠本です、スペース見ながら運んで大崎、ダイレクトで木下に預けます、木下にはペレイラ入れ替わる、木下運ぶ、後ろからペレイラ泣き倒して木下入ってきた、右足先制、ミドホーリーホック28分いや素晴らしいゴールでしたね。で最後のところはここまで強引に来て、最後のところは冷静に横に少しシュートの打つスペースを空けてフォアサイドへ、最後のところは繊細なタッチでしっかりとした正確な技術っていうのを見せてくれましたね、はい、強引さとここの技術の高さ見せた素晴らしいゴールですね。町田、井上、まだ人数揃っています、ヘディング、斜めに入ってきました、三沢のヘッド、際どいコースでした、いや惜しかったですね、三沢が後ろからスルスルと入ってきましたね。あの左で流れの今のは木下反転して運びます、うん、木下だ、こぼれ球、もう一度今度は左から大崎入れてきた、収まって森、森預けた、チャンス杉浦だ、再三迫りました水戸、このシュートの技術多彩さっていうのを見せてくれますね。安永がここに顔を出して、そして繋がって右から杉浦のクロス入ってきた、うん、アンド水戸追加点39分、2トップ揃い踏み、右から崩してダイレクトのクロス、見事安藤が流し込みました、すかさず反応してワンタッチでゴールキーパーとディフェンスラインの間に速いボール、あそこに走り込んだ安藤もさすがですね、中川受けます、井上とのワンツー、空いた瞬間を見逃さない、山田ダイレクト、金崎へ、金崎、町田惜しいですね、金崎流す、小屋が出てきた、小屋だ、ここも体を寄せ切った、ここも大崎でした、大崎ですねそしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル、水戸連敗回避、